皆さんこんにちは。なでしこジャパンの岩渕真奈選手は絶対的エースとして活躍されています。そんな岩渕真奈選手は一体年俸いくらくらいもらっているのか気になる方もいらっしゃることでしょう。また岩渕真奈選手の学生時代はどのような選手だったのでしょうか。そこで今回は岩渕真奈選手にスポットライトを当ててどのような選手なのかを調べていきたいと思います。まずは岩渕真奈選手のプロフィールを見ていきましょう。岩渕真奈選手は1993年3月18日生まれ、東京都武蔵野市の出身です。サッカー日本女子代表、ポジションはフォワード、ミッドフィールダーを務めています。現在イングランドのトッテナムホットスパーに所属しています。サッカー選手の岩渕良太選手は実刑です。なでしこジャパンのエース岩渕真奈選手の年俸について調べてみました。しかし調べてみたところ、岩渕真奈選手の年俸は情報公開されていませんでした。ですが岩渕真奈選手の年俸は400から500万円程度と予想されます。では女子サッカー選手の年俸って一体どれくらいなのでしょうか。2021年に開幕した WE リーグ。 WE リーグでは1クラブ15人以上のプロ契約選手が必要になります。プロ契約した選手の最低年俸は270万円と設定されているようです。 WE リーグのプロ契約は次の3つに分けられています。プロ A 契約基本年収460万円以上、プロ B 契約基本年収270万円以上460万円以下、プロ C 契約基本年収270万円以上460万円以下。そして岩渕真奈選手は海外チームに在籍してプレーしています。イングランド女子プロサッカーリーグの平均年収は450万と言われていることから岩渕真奈選手の年俸は400から500万円程度と予想することができます。スポーツ選手というと有名になってお金持ちになれる夢のある職業かと思っていましたが、年俸は思ったよりも高くないことがわかるでしょう。あのなでしこジャパンの象徴といえる澤穂希選手の年俸ですら600から700万円だったと言われています。女子サッカー選手の中には日中はサッカーの練習をして空いた時間には会社員やバイトをする生活をしている選手も多いそうです。もっと女子サッカー選手はサッカーに専念できるくらい収入の安定した仕事になることを期待したいところです。さて岩渕真奈選手の学歴について調べてみたいと思います。岩渕真奈選手の出身高校は都立小平西高等学校です。都立西小平高等学校は東京都小平市にある高校です。偏差値は45程度ですので学力は平均的な高校と言えるでしょう。岩渕真奈選手以外にも同じくサッカー選手の三浦龍輝選手や清水航也選手も卒業生として知られています。次に大学について調べてみました。岩渕真奈選手は駒沢女子大学に進学しています。駒沢女子大学の偏差値は 37.5 から 47.5 と比較的入りやすい大学といえます。駒沢女子大学の国際文化学科に入学した岩渕真奈選手、大学2年生の時にドイツのクラブチームに移籍を決めたため大学を休学しているので卒業はしていません。学業とサッカーの両立だけでも大変なのに外国のチームに移籍しながらというのはなかなか大変です。せっかく進学した大学でしたがサッカーに専念することを決めた岩渕真奈選手でした。ここからは岩渕真奈選手のこれまでの経歴を見ていきたいと思います。幼稚園の時兄の影響でサッカーを始めました。その後2005年日テレメニーナへ入団し2007年日テレベレーザに登録しました。なでしこリーグに初出場します。アンダー16の日本代表に選ばれ準決勝戦では得点を挙げています。2008年トップチームに昇格しリーグ新人賞を受賞しました。アンダー17の日本代表として FIFA 女子ワールドカップに出場しゴールデンボールを受賞します。2009年アンダー19の日本代表に選出し大会 MVP となりました。この時アジア年間最優秀女子ユース選手賞を受賞しました。2010年なでしこリーグ決勝でゴールを決め大会 MVP となりました。A 代表に初招集され、東アジアサッカー選手権2010登録メンバーに選出されています。2011年なでしこリーグ関東賞とベスト11を受賞しました。2012年右足小指の疲労骨折のため代表戦を欠場しています。ところが同年のリーグ開幕戦で復帰しています。その後ドイツ女子ブンデスリーガへの移籍を表明し、まずは2014年バイエルン・ミュンヘンへの移籍を発表しました。ところが2015年右膝外側側副靭帯を損傷してしまい、治療に専念することになります。2016年サッカー女子アジア最終予選のメンバーとなり、チーム得点王に輝きました。2017年バイエルン・ミュンヘンを退団し、日本へ帰国することを発表します。そして INAC 神戸レオネッサへの移籍を発表しました。2018年 2018AFC 女子アジアカップで大会 MVP に選出されます。2020年アストンビラ WFC への移籍を発表しました。2021年アーセナル未面 FC への移籍を発表しました。そして2023年トッテナムホットスパー FC ウィメンへの期限付き移籍を発表し、現在に至ります。ここまでの経歴を見ていると、岩渕真奈選手の高い得点力とチームへの貢献度がよくわかるのではないでしょうか。高校生の時にはフランスの監督から女子サッカー界の未来のスターとまで言わしめた岩渕真奈選手、その才能は世界にも認められています。怪我も多かっただけに苦労もされてきたと思いますが、これからも素晴らしいプレーを見せてほしいところです。そんな中、去る2023年6月13日7月20日に開幕する FIFA 女子ワールドカップのメンバー発表が行われました。しかし選出されたメンバーにサプライズがあったかということよりも、大きく報じられたのは岩渕真奈落選のニュースでした。U22 代表取材でウィーンにいたのですが、現場での挨拶の一言目は「岩渕落選しましたね」でした。それくらい衝撃でした。日常的に女子サッカーに関わっていたり、女子代表版として取材したりしているものにとってみれば、捉え方はまた異なったかもしれません。客観的に見ていくと、岩渕真奈選手はこのところ出場機会減に苦しんでもいました。2021-2022 シーズンアーセナルに加入し、8月女子チャンピオンズリーグ UWCL 予選オクジェクテス戦でデビュー戦初ゴールを挙げ、順調にスタートを切っていました。しかし2シーズン目となる昨季は前半戦出場の3試合にとどまっていました。同年10月はインスタグラムに自身のプレー写真とともに、時々困難な瞬間が訪れるけどサッカーはたくさんの楽しみをくれる、やり続けようスマイル、私はこの仲間とプレーするのが好きと英語で投稿しており、苦しい時期を過ごしていたことがうかがえました。冬にはそんな状況を変えるため、アーセナルと同じロンドンを拠点とするトットナムに禁断の移籍を決断しました。しかしリーグ戦10試合に出場したものの大半が途中出場時間は短かったのです。そのため代表落選も致し方なしと見る向きもあるといいます。なでしこジャパン池田太監督は、全てを総合的に考えた上だとメンバー発表記者会見で言及していました。それでも岩渕真奈選手といえば、U16 世代から A 代表まで常に中心でプレーしてきました。今の日本サッカーの顔とも言える選手であることは間違いありません。今回選ばれていれば、熊谷紗希選手と岩渕真奈選手だけが2011年ドイツ大会優勝を知る貴重な存在でもありました。そのドイツを含めワールドカップも3大会経験し、オリンピックも銀メダルのロンドンオリンピック、予選突破さえできなかったリオデジャネイロオリンピック、8位の東京オリンピック2020とまさに酸い甘いも経験してきました。多くの女子サッカー選手がそうであるように、岩渕真奈選手は代表の活動を大切にしてきた選手です。以前取材時こんなことを話しています。16歳からなでしこに入っているから代表がないって想像がつかない、自分にとって代表の割合が大きくなっちゃっている、なでしことして世界の国と戦うのが好きと述べています。キャリア上最も大きな経験は2016年リオデジャネイロオリンピック予選敗退だったとも話していたことがあります。2011年の優勝メンバーがまだ残っていて、やっと自分は貢献できるようになり始めていた時期でした。しかし大好きな人たちの代表キャリアが終わってしまい、自分は上を目指そうって思ったと改めて覚悟を決めたことを明かしていました。2017年に当時所属していたバイエルンから一旦日本に帰国したのも、2020-2021シーズン後半だけアストンビラと契約したのも、その経験を受けて当時としては最大の目標だった東京オリンピック2020を見据えてのことでした。それくらい代表活動を軸にキャリアを構築してきたのです。特にアストンビラ入団の際は、もしも東京オリンピック2020がなければ優勝争いできるチームに一緒にやってみたい選手がいたので、そこでプレーをしたいという願望も現実的な話もありました。当時は出場機会を重ねることに重点を置いていたということになります。それくらい代表軸でキャリアを重ねてきた選手であることがわかると思います。それでも今回はメンバー発表後すぐにコメントを発表しました。今回メンバーに入ることはできませんでしたが、チームのみんなに気持ちを託せたらなと思います。なでしこジャパンへの応援よろしくお願いしますと落選を認め、仲間へのエールを送っています。実はこれはなかなかできることではありません。心中穏やかではなかったはずですが、さすが不満を口にすることもなくコメントを発表しています。さて、これまでなでしこジャパンのメンバーとして活躍してきた岩渕真奈選手は、あの可愛らしい笑顔で大人気なのだそうです。可愛らしいと言われている岩渕真奈選手ですから、彼氏の存在や熱愛の噂などがささやかれてもおかしくありません。しかしサッカーに夢中の岩渕真奈さんにそういった話はあるのでしょうか。彼氏や熱愛の情報を調べてみても、これといった情報は出てきませんでした。唯一と言っていいのは、ガンバ大阪で活躍していらっしゃる宇佐美貴史さんとのツーショット写真があるくらいだといいます。このことから、もしかして2人は熱愛の関係にあるのではと思った方もいらっしゃるかもしれませんが、宇佐美貴史さんは2011年に入籍を発表されていらっしゃいます。ではなぜツーショット写真があるのでしょうか。どうやら宇佐美貴史さんがドイツのチームにいた頃に、岩渕真奈さんが宇佐美貴史さん夫妻の家に居候をしていたのだというのです。同じサッカー選手として日本から海外へ来たという同志には間違いありませんし、岩渕真奈さんからしたらサッカーをしに来た以外に理由はないとは思います。ということで、現時点では彼氏よりもサッカーが大切といった感じなのではないかと思われます。岩渕真奈さんはワールドカップ2015の日本代表メンバーに抜擢されていた時に右膝を痛めたことがあります。この時は無理をせず調整をしていました。いかがだったでしょうか。今回は岩渕真奈選手のこれまでの経歴と近況について見てきました。岩渕真奈選手をメンバーから外した理由を問われると、池田太監督はまず岩渕選手はこれまでチームを作っていく過程の中で、彼女が持っているなでしこに対する思いやプレーでチームを引き上げ、チームのために動いて戦ってくれましたと感謝の言葉を最初に述べています。続けて、このタイミングで私が23名のメンバーを選ぶ中で、先ほど申し上げたように一つの理由ではなく、代表活動、コンディション、または今のチームの状況、そしてさまざまな大会でのシチュエーションを考えて、この23人を選ばせてもらいましたと説明しています。その結果の中で、彼女だけではないですが、このタイミングでメンバーに選ばれなかった選手が多くいます。23名以外にも成長してくれ、なでしこの成長に力を与えてくれた選手たちに感謝しています。そういった思いは今でも私の中にありますと語っていました。代表を外れた選手生活で何かを得ることができるように頑張ってほしいと思います。レジェンドと言っても過言ではない岩渕真奈選手の今後の動向と活躍から目が離せません。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。